うちわ姫2016清水美希です。3人の中で唯一の学生で、学校では食や栄養について学んでいます。ところで、私が着ているこの赤い衣装、どんな由来があるか知っていますか？これは東華さん円龍寺にある赤い提灯をイメージして作られたんですよ。私は広島東洋カープが大好きなので、この赤い衣装を着ると嬉しくもなり、また身が引き締まる思いです。生まれも育ちも広島で、東華さんは小さい頃からよく訪れていました。たくさんの方と素敵な思い出を作りたいと思っております。みんな遊びに来てくれるん？私も頑張るけ、楽しみに待っとるよ。よろしくお願いします。